ウンブリエル、またはアンブリエルは天皇星の大衛星であり、天皇星の五大衛星の一つである。内側から13番目に回っており、3番目に大きい。蘇生の大部分は氷で一定量の岩石を含んでおり、内部は岩石の核と氷のマントルに分化していると考えられている。天皇星の衛星の中では最も暗い表面を持ち、 また衝突によって形成されたと思われる地形が発見されている。しかし峡谷が存在することから初期段階で内部活動があり古い表面を更新するような現象が発生していた可能性がある。表面は最大で直径が2 1 0トルに及ぶ多数の衝突クレーターで覆われており天皇星の衛星の中ではオペロンに次いでクレーターが多い。 最も特徴的なのは、底部に明るい物質が、環状に存在しているクレーターである運だである。この衛星は、他の主要な天皇星の衛星と同様に、形成直後の天皇星の周りに存在した、荒着円盤の中で形成したと考えられている。これまでに、天皇星系に接近して、観測を行ったのは1986年1月の、ボイジャー2号のみであり、この際に、 ウンブリエル表面の40%が観測された。ウンブリエルは同じく天皇星の衛星であるアリエルと共に1851年10月24日にウィリアム・ラッセルによって発見された。なお1787年に天皇星の衛星で最も大きいチタニアとオベロンを発見したウィリアム・ハーシェルはさらに4つの衛星を発見したと主張したが、これらは その後確認されず、ハーシェルによる発見は誤りであったと考えられている。天皇制のすべての衛星は、ウィリアム・シェイクスピアもしくはアレクサンダー・ポープの作品に、ちなんで命名されている。それまでに発見されていた4つの衛星の名前は、ウィリアム・ラッセルの依頼を受けたジョン・ハーシェルにより、命名されている。ウンブリエルは、ポープの神盗人に登場する悪霊を、ウンブリエルにちなんで名付けられた。 また、ラテン語のアンブラは、影という意味を持つ。その他には、ユーラネス2という別名も持つ。ウンブリエルは、天皇星からおよそ26万6千キロメートルの距離を公転しており、天皇星の5つの主要な衛星の中では3番目に、遠い。軌道離心率は小さく、天皇星の赤道に対する軌道傾斜角も、非常に小さい。軌道周期は4.1日であり。 ウンブリエルの自転周期と同期していると考えられる。したがって天王星に常に同じ面を見せながら公転している。ウンブリエルの軌道は天王星の実機圏の完全に内部にある。ウンブリエルのように大気を持たずに実機圏内を公転する衛星では、公転の進行方向と逆向きの高校半球の表面は惑星の自転と境界点する。 磁気圏のプラズマ粒子の衝突にさらされることになる。これはオベロンを除くすべての天皇星の衛星の高校半球で見られるような暗い表面の原因になっていると考えられる。またウンブリエルは磁気圏の過電粒子を捕獲しており、これは1986年にボイジャー2号がウンブリエル近傍を通過した際に検出されるエネルギー粒子の明確な現象という形で検出されている。 天皇星と同様に横倒しの軌道で好転しているため、下死の際には北半球が直接太陽の方向を向くことになり、逆に南半球は太陽とは反対方向を向くことになる。そのためウンブリエルは極端な季節変化を経験する。地球の場合は、極域が下死や冬至の前後に白や下極夜を経験するが、その極端な状態と言える。 このため、ウンブリエルの両極は、天皇星における、半年の間ずっと、昼か夜が続く。ボイジャー2号が1986年にフライバイした際は、南半球が下手を迎えている最中であり、北半球は、全体が夜であった。42年ごとに、天皇星が、分天に差し掛かり、赤道面が地球と交差するときに、天皇星の衛星同士の遠平が観測可能になる。 このような現象は2007年から2008年にかけて発生し、2007年8月19日には、ウンブリエルによるアリエルの延平が発生した。現在のウンブリエルは、他の衛星といかなる軌道共鳴も起こしていない。しかしかつては、ミランダと1、3の軌道共鳴を起こしていたと考えられる。この共鳴によって、ミランダの軌道離心率が上昇し、 ミランダ内部の潮汐加熱と地質学的活動に寄与したが、ウンブリエルの軌道には大きな影響はなかったと考えられる。天皇星の扁平率が小さいため、木星や土星の衛星と比べると、天皇星の衛星が平均運動共鳴から脱出するのは比較的容易である。ミランダは、ウンブリエルとの軌道共鳴から脱出した後に、軌道離心率が減衰し、 これが内部での熱源になった。地球、月とウンブリエルの大きさの比較。ウンブリエルは天王星の衛星の中で3番目に大きく、4番目に重い。平均密度は1 3 9 g ルであり、蘇生の大半は氷で、質量の40%程度が氷では内向密度の物質からなっていると考えられている。 後者の物質はソリンのような重い有機化合物を含んだ炭素質の物質や岩石であると考えられる。水の氷が存在することは赤外線の分光観測から明らかになっており、観測では表面に結晶質の氷が存在することが判明している。氷による吸収の特徴は高校半球よりも高天の先行半球で強い。 この非対称性の原因は明らかになっていないが、天皇防止の磁気圏からの家電粒子の衝突と関係していると考えられる。磁気圏内の家電粒子は天皇星の自点とほぼ同じ角速度で動いているため、ウンブリエルの軌道では、ウンブリエルの公天速度よりも速く、そのため、後方半球に後方から追突する形で衝突する。エネルギー粒子は、 水の氷のスパッタリングを起こす傾向があり、クラスレートハイドレートの形で氷の中に囚われているメタンを分解して有機物を暗くし炭素が豊富な暗い残余物が生成される。水以外にウンブリエルの表面に赤外線分光観測で発見されている化合物は二酸化炭素のみであり、主に高校半球に濃集している。この二酸化炭素の起源は明らかになっていない。 天皇母子の磁気圏からやってくる高エネルギーの家電粒子や太陽からの紫外線の影響で炭素化合物や有機物から局所的に生成されている可能性がある。この仮説は二酸化炭素の濃集の非対称性を説明することができる。これは高校半球では先行半球よりも磁気圏からの粒子の影響が強いからである。 その他の可能性としては、ウンブリエル内部の氷に昔から捕獲されているに、酸化炭素の脱ガスによるという仮説も存在する。この場合、内部からの二酸化炭素の流出は、過去の地質学的な活動と関連している可能性がある。これらの特徴は、アリエルで見られるものと類似している。ウンブリエルの内部は、岩石質の核と、それを取り囲む氷のマントルに分化している。 可能性がある。分化した構造を持つ場合、核の半径は 317km で、衛星半径のおよそ54%に相当し、質量は衛星全体のおよそ40%になると推定される。ウンブリエル中心部での圧力はおよそ 0.24GPA である。氷マントルの現在の状態は分かっていないが、内部界を持つ可能性は低い。 ウンブリエルの表面、多角形状の地形が見られる。ウンブリエルの表面は、天王星の衛星の中で最も暗く、似た大きさを持つ衛星、アリエルの半分以下の光しか反射しない。アリエルのボンドアルベドが23%であるのに、対し、ウンブリエルは10%と非常に低い。衛星表面の反射率は、位相角が0度の時は26%だが、 位相角がおよそ1 19%度にになるる。とまで低下するこれは、昇降下と呼ばれる現象である。ウンブリエル表面はわずかに青っぽい色を示すが、産んだクレーターなどに見られるような新鮮な、明るい衝突放出物はより青っぽい色を示す。降天の先行半球と後校半球で表面の非対称性が見られ、前者は後者よりも赤っぽい色を示す。 天体表面が赤っぽい色を示すようになる原因としては、家電粒子の衝突による宇宙風化作用や太陽系の年齢にわたる微小隕石の衝突が挙げられる。しかし、ウンブリエルに見られる色の非対称性はおそらく、天王星の外側の不規則衛星に起源を持つと思われる赤っぽい物質の光着によるものであると考えられる。 この物質が主に先行半球側に降り積もることによって色の非対称性が発生する。ただしウンブリエルの表面は比較的一様であり、アルベドや色の大きな変化は見られていない。これまでにウンブリエル表面に発見されている特徴としてはクレーターがある。ウンブリエルの表面はアリエルやチタニアよりも多数の大きいクレーターで覆われている。 また地質学的活動の痕跡は最も少ない。天皇星の衛星の中でウンブリエルよりもクレーターが多いのはオベロンのみである。発見されているクレーターは小さいものは直径が数キロメートル程度、最大のおころは210キロメートルである。発見されているクレーターはどれも中央級を持つが光状を持つものは見つかっていない。ウンブリエルの赤道付近には最も 特徴的な地形であるウンダクレーターがある。このクレーターは直径が1 3 1トルある。ウンダのクレーター底部には明るい物質でできた大きなリングがあり、衝突時に発生した物質が堆積したものか、あるいは二酸化炭素の氷だと考えられている。明暗境界線に沿ってプベルト、スキーインドというクレーターがあり、明るい光上は、 持っていないが明るい中央球を持っている。ウンブリエルの形状の研究からは、直径がおよそ 400km、深さがおよそ 5km の非常に大きな衝突による地形がある可能性が指摘されている。他の多くの天皇星の衛星と同様に、ウンブリエルの表面は北東から南西方向に走る一連の峡谷によって区切られている。しかし、 画像の解像度が低いこととウンブリエルの表面の変化に乏しいことから、これらの峡谷は正式な地形としては認識されておらず、地形図を作成できていない。ウンブリエルのクレーターの多い表面は、多数のクレーターが形成された高気銃爆撃機以降ほとんど変化していないと考えられる。かつてのウンブリエルに内部活動があったことを示す、わずかな兆候は、 峡谷と暗い多角形状の地形のみである。校舎は差し渡し数十から数百キロメートルに及ぶ複雑な形状の暗い領域である。多角形状の地形はロイジャー2号による詳細な撮像観測によって発見されたものであり、おおむねウンブリエルの表面に一様に見られ、北東から南西方向に分布する傾向がある。多角形状の地形のいくつかは、 数キロメートルの深さの窪地と一致しており、形成直後の地質活動によって形成された可能性がある。ウンブリエルがなぜ非常に暗い表面を持ち、比較的一様であるのかはまだわかっていない。表面は天体衝突や爆発的な火山活動で放出された暗い物質による比較的薄い層で覆われている可能性がある。 ウンブリエルの軌道周辺を漂う暗い物質によって表面が覆われているという説もあるが、ウンブリエル以外の衛星が影響を受けていないため可能性は低いと見られている。別の仮説として、ウンブリエルの近くは全てが暗い物質でできており、そのためにクレーターが明るい光状を持たないというものがある。ただし生んだクレーターの内部に見られる明るい特徴の 存在はこの仮説と矛盾する。ウンブリエルは天皇星周りの硬着円盤の中で形成されたと考えられている。これはガスとダストからなる円盤であり、天皇星形成後の一定期間の間存在したものか、あるいは天皇星の赤道傾斜角を大きく傾ける原因となった巨大衝突によって形成されたものである。この円盤の詳しい蘇性は不明だが、 天皇製の衛星が土製の衛星と比べて高密度であることから比較的水が少ない素性であった可能性がある。炭素と窒素の大部分はメタンやアンモニアではなく一酸化炭素と窒素分子の形で存在したと考えられる。このような円盤の中で衛星が形成されると氷は比較的少なく、また氷の中にはクラスレートの形で一酸化炭素と窒素が取り込まれ、 また比較的多くの岩石が材料となるため、高い密度を説明することができる。硬着過程は、衛星が完全に形成されるまで数千年の間、継続したと考えられる。理論モデルによると、硬着に伴う衝突は、ウンブリエルの外装を加熱し、深さ3トルにわたって、最大で 180K にまで温度が上昇したことが、示唆されている。形成が終了した後、 表面付近の層は冷却するが、ウンブリエルの内部は岩石に含まれる。放射性元素の崩壊によって加熱される。冷えていく表面近くの層は収縮し、温められている内部は拡大する。これにより強い引っ張り応力が衛星の近くにかかり、近くが破壊されたと考えられる。現在見られる崖や峡谷はこの過程で形成されたと考えられ、この過程はおよそ2億年にわたって継続したと、 考えられ、衛星内部の活動は数十億年前に終わったことを示唆している。もし不凍液の役割を果たすアンモニア水和物や塩化物が存在した場合、初期の膠着加熱と放射性元素の崩壊による加熱によって、ウンブリエル内部の氷は溶融していた可能性がある。内部が溶融した場合は、氷と岩石が分離し、氷マントルに覆われた岩石の核という分化した。 構造に進化する。アンモニアを大量に溶かした液体の水の層はコアマントル境界を形成したかもしれない。この混合物の強小温度は 176K である。しかしこの内部界は遥か昔に凍結してしまったと考えられる。ウンブリエルは内因性の表面の更新がほとんど行われていない。一方、他の天皇星の衛星では、 非常に初期の段階で表面を更新するイベントを経験したと考えられる。これまでにウンブリエルに接近して観測を行ったのはボイジャー2号のみであり、1986年1月に天皇星をフライバイした際にウンブリエルの撮影も行った。ボイジャー2号のウンブリエルへの最接近距離は32万 5000km であり、最も解像度の良い画像での空間分解能は、 およそ5 2トルであった。この時の観測では表面のおよそ40%が撮影されたが地形図を作成するのに十分な品質の画像が得られたのは全体の20%のみであった。他の天皇星の衛星と同様にフライバイ時は南極を太陽の方向に向けており太陽光が当たらない北半球は探査することができなかった。ウンブリエルのクレーターの名は 大半が邪悪や闇の神と精霊に由来する。太陽系はここまで分かったリチャード・コーフィールド著、水谷厚主役、文芸春秋、2008年。ありがとうございます。